1万円出さないと増えないんだよ、はいはい、ベンツぐらい乗ってほしいよって思うじゃん。確かに確かに確かに。だから1万円でこれを売ることによって、はい、そういう人たちにお金が回るようになってるわけです。漫画は今実は秘密の会社があって、はい、後でこっそり教えてください。いやいやいや、それも言ったらなんかやばいから。じゃあ始めますか。はい。普通にめっちゃ相談したいことがあって、はいはいはい、僕投資さんランキングとか乗りたいなとか思っちゃうんですよ。やっぱ投資さんランキングに乗るためには、はい、会社やっぱ上場させないと無理だよね。そうですよね。僕もそう思ってたんですけど、もう一個仮想通貨始めようかなと思ってて、いや自分が発行する側です。それ相談しようかなと思ってたんですけど、やめた方がいい、やめた方がいいと思います、うん、ちょうど今僕東南アジアに当たってるじゃないですか、フィリピンとか。あそこら辺って仮想通貨のリテラシーめちゃめちゃ高いんですよ。世界で一番フォルダー数が多いみたいなのがインドネシアなんですよ、うん、だからなんかそこで行けないかなとかって思ってたんですけど、どう思います？いや、危ない橋だと思うと俺は思っていて、はいはいはい、そういう目的なんであれば、はいはい、上場させる方が全然楽よ。あえて新しいことにチャレンジする必要はなくて、はい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 、会社を上場させるのが一番簡単。簡単なんです、簡単なんです、簡単なんです。一番簡単というか、資産ランキングに乗りたいと思うんであればそっちの方が楽。なるほど。これもちょっと今いろいろやってるじゃないですか。何をメインで、とりあえずでも同じで、はい、だからすごい話を聞いてみたかったのは、だからその世界戦略をどういう風にするのかっていうことについて聞いてみたかったんですよ、ね、はいはいはい、ちょうどさっきのSNS 広告みたいな、まあまあそういうのもあるし、インドネシアでやってるっていうのを聞いて俄然興味が出たというか、はいはいはい、はい、だからこの和牛のお店も、和牛って他の国でも今一応取れてるけど、でも純粋な和牛じゃないわけですよ。だからやっぱ味に違いとかいろいろあったりとかして、2級品3級品の和牛が出たから、はい、日本の和牛は本物の和牛だよねっていうことで、より価値が上がる、日本の最高級の和牛だけを扱ってますみたいな感じのイメージにしたら、はい、まあなんかそのブランディングビジネスはまあまあうまくいってるんですよね。だからロケットのビジネスもそうなんだけど、はいはいはい、世界に持っていけそうなことを一応やってるっていう。なるほどなるほど。でもさ、俺なんか思ってんのは、はいはい、音楽とかだったら、はい、世界チャート入りやすいじゃん、昔に比べると。配信だからね。はいはいはい。特に今 SNS でやっぱアジアの方が数字持っちゃってるから、 K-POP とかそれで上がってる可能性めっちゃ高いなと思って、うん、東南アジア全部取ってる K-POP、 K-POP やっぱすごいですよ。東南アジア全部 K-POP は最初東南アジアに行ったからね、流行りやすいじゃん。流行りやすい、うん、正直いきなりアメリカ行くよりね。まあまあ同じアジア人だからさ、そこに波及して、そこの人たちが頑張ってローカルのラジオ局とかしつこくこう連絡しまくって、で流してあげる、流してくださいっつって頑張ってドームが埋まりましたみたいな感じになって、ジャスティン・ビーバーが1億再生される間にもう BTS が10億再生とかしちゃうから、うん、でも数は力じゃない、やっぱり数は力じゃない、やっぱり。でも確かに音楽だったら言語関係なくてもバズるから。そう、関係ないんだよ。だから歌詞が別に日本語だろうが韓国だろうが、はいはいはい、関係ないんだよ全然。だからそういう風な発想でやってるやつらは、はい、ほぼいないと思う。和牛マフィアやってて思うもん。和牛マフィア多分ね、はい、海外の方が有名なんですよ。はい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 。で海外のトップ 5% 未満の金持ちしか狙ってないから、はい、はいはい、このハンバーガーってこれいくらだっけ。1万円。1万円するんだよこれ。これ1万円するんですか。1万円するんだよ。ひとかじり1000円くらい。そう、ひとかじり1000円なんだけど、はいはいはい、実際この牛を育ててる手間とかを考えると、はいはいはい、1万円出さないと増えないんだよ、はいはい、田舎で軽自動車とか乗ってるおじさんが育ててるわけよ、はい、これ、はいはいはい、これの子供の頃の牛を。でそれってやっぱダメじゃん。そんな儲かんない商売子供に継がせらんないよなとか思うじゃん、はいはいはい、世界で最高の牛育ててんだからさ、はいはいはい、ベンツぐらい乗ってほしいよね、はい、ベンツぐらい乗ってほしいよねって思うじゃん。確かに確かに確かに。だから1万円でこれを売ることによって、はい、そういう人たちにお金が回るようになってるわけですよ。はいはいはい、はい、で1万円で売らないと、はい、そういう人たちが軽自動車に乗ったままなんですよ。なるほど、永遠に。なるほど。日本食って世界一だって言われてんだけど、マジで本当に美味しいですよね。高い値段で世界で売ろうとかって思ってる会社全然いないから。確かにインドネシアも安いチェーン店がめちゃめちゃ多いです、うん、吉野家とか、うん、丸亀製麺とか、うん、でも最終的にやっぱり高級ブランド、やっぱそういうところが力を持っていくと思うから、はい、俺はなんかそういう風にやっていて、はい、日本企業でそういう風に考えてやってるとこあんまいないんだよ。音楽はさ、はい、もう世界じゃない、もう最初から、はいはい、古いやつらはさ、はいはい、楽器がどうのこうのとかさ、はいはい、言うじゃん、はいはいはい、楽器が弾けないとダメなんじゃねえかとか。関係ないじゃん今、楽器なんかできなくてもいいんだよ。はい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 、はい、で楽器ができないと感動させられるないかっていうと感動させられるわけじゃん、はい、そうですね。ゴールデンボンバーとか、あと岸団さんとかめっちゃ僕たち比べられるんですよ。なんかちょっと色物系アーティストじゃないですか、うん、でもちょうどテレビ世代 SNS 世代で一番色物が跳ねる時に来たなと思って
一番美味しい時だなと思って今で、もう一個音楽で行こうっていうのと、うん、もう一個心の中でどこかで思ってるのが、うん、アニメとかやっぱ日本すごいじゃないですか、アニメ産業が、うんうん、あれ行きたいなと思って、その要は自分の生きてきたストーリーみたいな、なんか漫画化してアニメ化して自分で主題歌歌って海外に営業かけに行くみたいな。なるほどね。それめっちゃ IP ビジネスめっちゃ強いじゃないですかやっぱ日本。漫画は今実は秘密の会社があって、はい、秘密の会社があって、はいはい、漫画全部書いてくれる会社あるのよ。え、その会社なんですか。あの秘密の会社でホームページもないっていう会社があって、はいはいはい、すごい。え、これもさ知り合いってことですか。知り合いなんだけど、はい、これは実はこの会社が書いてるんですみたいな、はいはいはい、言えないような漫画がいっぱいある、はいはい、え、ってことはゴーストで描いてるってことですか。ゴーストで描いてるってこと。もう絵を真似して。そう、漫画家さんは原画描いて色設定とか全部やって、はいはい、あと、まあ、ネームっていうんだけど漫画の場合は、はい、それだけ描いてナイト渡したらやってくれるんですか。全部描いてくれる。え、じゃあどの漫画がそれそこを利用してるか知ってるんですか。知ってる。え、後でこっそり教えてくれる。いやいやいや、それも言ったらなんかやばいからあで、はい、いや なんで俺がその話をしたかっていうと、はい、漫画を描いてくれる会社があるよって話。あ、いやでも今講談社と組んでるんですよ、うん、でヤンマガに載せてくれないかまで決まってて、うんうん、そのまま海外に行っちゃおうかなって思う、うん、だからもうそれは絶対縦スク漫画だよ。縦スクの方がいいですかね。縦スクっていうかもう漫画アプリじゃないと、はい、もう全然世界行けないから。例えばだからイテオンクラスとかは、はい、そこが原作だから。え、あ、そうなんですか。そうだよ、漫画なんですかあれって。もう本画だよ。縦スクロールのアプリ漫画で始まったのをドラマ化して、はいはい、それが世界中で受けたわけです。それは僕めっちゃ勝ち筋ありますよね。もしその漫画してネットフリックスでも、いや、それで海外進出行こうかなと思ってますけど、まあ、今俺だからロケットの漫画作ってるよ。そういう縦スク系のライン漫画とか多分その辺で出ると思うけど、俺たちが立ち上げた会社があって、はいはいはい、漫画家さんのデジタル化支援みたいな、はい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 、アプリとか得意じゃない人いっぱいいるじゃん。はい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 、はい、だからそういうところのエージェントやりますよみたいな、はいはいはい、はやってる。でも YouTube みたいなシステムで誰でもパッと投稿できて誰でも読めるようなシステムだったらめちゃくちゃ当たりそうですけど、ね、いやーそれはね、それはやっぱりそんなに漫画は簡単じゃないんで作るのか、うん、まあ確かに動画ほど簡単じゃないですもんね。動画の方がやっぱ全然簡単だね。多分だけどネームっていうのを書くのが難しい、言語化されてないっていうか。はいはい、音楽はまだそこちょっと単純じゃない、はいはいはい、そのコード進行とかめちゃめちゃ簡単ですね。調べたらしかも出てきますもんね。人を感動させられるコード進行とかさ、はいはいはい、確かに理論が一通りあるじゃん。漫画はね、はい、難しいね。目的はなんでロケットの漫画描いてるんですか。ロケットの夢を持って、はい、そういう会社に入りたいっていう人を増やしたい、はい、ああなるほどなるほどなるほど。俺だってそのロケットの漫画俺美少女キャラで出るからね。美少女キャラで出るからね。美少女キャラで出るんですか。そう、ホリエモンさんが。そう、名前は何ですか。ホリコとかに なんか分かんないけどなんか、はい、ホリエさんが生身で言うと非常に辛辣で心をえぐられるような言葉も美少女が話すと耐えられるみたいな確かに耐えられる。だから漫画は絶対ネームを書くのが上手い人と組んだ方がいいし、はい、漫画原作だったらアプリ漫画がいいし、アプリ漫画でヒットしたらドラマ化すぐするから紹介してください。ぜひもうそのロードに乗りたいです僕。やってください。ぜひそれ世界配信でやるのがいいね。意外と世の中のエンタメコンテンツって音楽とかは言語化されてるし、ハリウッド映画も言語化されてるんですよ。ハリウッド映画でも完全に言語化されてる、はい、映画はもう明確に何分何十秒で人が死ぬとかなんかもうそういうのまで分かってんの。そこまであるんですか。そういうのまで分かってんのよ、そのマニュアルがちゃんと言語化されてるわけでもこのマニュアルに沿って作んないと、はい、ヒット率がめちゃくちゃ下がるわけですよ。だゲームってまだゲームの第一世代の人たちが生き残ってるから、はい、あこの人たちはナチュラルにそれを自分で頭の中で完結してゲームを作れてるわけじゃん、はいはいはい、サイ・ゲームズの社長は割とそういう人で、ゲームの作り方を理論化して言語化してるからヒットをもう一回出せるはい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 、再現できる、再現性があるっていう、はい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 、漫画とか再現性まだまだ低いんで、 TikTok 動画とかもバズる動画とかでもうそういう理論化できたらマジで今からめちゃめちゃ重宝されそうですよね。そうそうそう、だから まだなんか理論化されてないことはいっぱいあって、はい、でも理論化して再現性を高めていくってのはすごい大事なんですよね。はい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 、うん、そろそろみたいなことを、はい、いつも考えてます。今後も絡んでください。とりあえず曲を作る、はい、漫画を紹介する、はい、あと海外タイとか面白い。もう基本東南アジアいるんで、なんかやりましょう。
フルーツサンド。はい、それマジで、はい、お願いしたいです。はい、よろしくお願いします。絡めてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。